こんにちは、今日は一絵の動画を私寺田が出演したいと思います。今日お話しするのはこのチェックのジャケットですね。夏向きの素材で、まあ、マドラスチェックとかやったりしますけれども、そのジャケットです。まあ、今は本当に化学繊維が世の中にたくさん出てて、こういうクラシックな素材使った洋服ってすごく減ってる、まあ、減ってはいないんですけれども、なかなか見かけなくなってきたかなっていうところで、一絵としては新鮮なアイテムとしておすすめしてます。まあ、どうやったら着たらいいかわからないなんて方いらっしゃると思うんですけれども、そんなにもう難しく考えないんで、まあ本当プレーンに行くんであればチノパンだったりデニム、ちょっとゆったりしたデニムなんかに合わせたらいいと思うんですけれども、個人的にはこういったものにこれパタゴニアのショーツなんですけども、こういったちょっと短めのですね、膝丈とかではなくてもう膝丈もう10センチ、15センチぐらいの短いショーツなんかと合わせて、中はもう本当に真っ白の T シャツだったりとかで爽やかに合わせてもらってもいいかなと思います。もうサイズ古着なんで、サイズとかもそんなに気にしなくて、多少大きめでもガバッと着てもいいですし、まあ、もちろん体の大きい人はジャストサイズで着てもらってもいいですし、まあ、ちょっと僕には少しちょっとちっちゃいんですけど、まあ、こんな感じで足元もバンズなんかと合わせたりしてもいいのかなと思います。なんかこういうのをね、きれいめに着なきゃいけないなんていう、まあ、ルールは特にありませんので、まあ、ただあまりにもね着崩しすぎるのもあれなんですんで、まあ、ちょこっと何かアイテムで外したりとか、そんな感じでちょっと遊んでもらえればいいかなと思います。はい、これからね本当半袖中心になってあっさりした着こなしが増えてくると思うんですけれども、まあ、ちょっとね暑いっちゃ暑いんですけど、こういうのを羽織ってねちょっと周りの人と少し差をつけてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっと短いですけど今日の、寺田の一絵おすすめアイテムの動画でした。ありがとうございました。